款。いつまで持つか、時間の問題ね。マナを返せ。マナは今進化の過程にある。人として蓄積した無駄な記憶をなくす、いわば初期化だ。マナ！聞こえるはずはない。今やマナに意識などないのだ。いいものを見せてやろう。おまんの幻には惑わされんぞ。これは近い未来の実際の光景だ。どうしてこんなこと。こんなこと、勘違いしてるようだな。これは私が破壊した世界ではない。近い未来、人類が自ら招く世界、私が手を下さずして訪れる未来だ。世界はいずれにせよ終わる。争って殺し合う、生きようとするあまり絶望への道をたどる。貴様らがこれから何をしようが、世界はこうなる。だがマナがここにいれば、人の世界が滅んでもマナの中にある人の情報は残る。そいつで人という種の保存はできる。しかしマナを連れ出せば、人は全て無に帰す。それでも連れ戻すというのか。先のことなんて関係ない。俺はマナを助ける。無駄なこと。あ、龍馬、こいつはわしに任せろ。行け、レン。ああ、やらせんちや。この命にかけて。落ちろ。もう分かっているだろう。死が近づいているということは、
えそうだとしたち、わしには進む道がある。レンと共に俺だって諦めない。俺には世界とか人類とかどうでもいいんだ。戦う意味も死ぬ意味もどうでもいいんだ。俺はマナを助けたいだけだ。信じれない。